さあそして今度は浅間を迎えたところで二遊間が前に出てきました。そうですね、はい、ワンアウトですしね、はい、ワンアウトランナー三塁。昨日はまあスタメン外れましたルーキーの浅間、打ち上げたセンターに上がっている近藤はタッチアップの構え。さあバックホームはどうか、タッチはできません。近藤が帰ってきました。6回の表ファイターズ、この浅間の犠牲フライで同点に追いつきました。ここもルーキー浅間積極的に行きました。そうですね、はい、少し高いんですよね、はい、その分外野この位置まで運ばれた。そうなんですよね、はい、浅間の犠牲フライで6回の表ファイターズが同点に追いつきました。